ここのお店の特徴は、私が毎朝、噴火湾の市場に新鮮な魚介を買い出しに行っております。それをお客様にご提供するのと、野菜は近隣の契約農家さんから直接仕入れて新鮮なうちにお客様にお出しております。とても品質にこだわった野菜と魚をご用意しておりますので、どうぞご利用くださいませ。こちらではシジベ地方の野菜を豊富に取れますんで、地元の歩行農園さんというところからいろんな野菜を作ってもらって、それを夏場の一番いい時期に取れるようにしてもらって、それを使ってシンプルに料理を出すように心がけています。仕入れに関しては自分がずっと回って歩いています。で、農家なんかは行った時まず最初にお願いするのは、無農薬有機栽培ということを基本にしています。やはり皆さんに提供するものは安心安全でないとならないという前提があります。調理の場合はやっぱりそこにあるのは技術があります。で、やっぱり自分らの世界っていうのはやっぱり基本が第一。せっかく一生懸命作ってくれたものに対してやはり大切に使ってお客さんに提供する、それを第一として心がけています。